どうも、ついちゃんことついのぞみです。今回はですね、冷凍食品を使って我が家の夕飯にチャレンジしていこうと思います。で、まあただただね、この夕飯を冷凍食品で作るっていうのじゃちょっとつまらないかなっていうことで、冷凍食品を使って30分という時間で3品の素晴らしい夕飯を作っていきたいと思います。はい、ということで興味のある方はぜひ最後までご覧ください。それではスタート。スジチャンネル。さあ、それでは材料を紹介していきたいと思います。まずはですね、牛カルビマヨネーズ、こちらを使ってチョップドサラダをね、作っていこうと思います。名付けて牛カルビマヨネーズのチョップドサラダでございます。まず1品目ね。そして2品目、白身魚タルタルソース、こちらを使ってバーガーを作っていこうと思います。そしてエビとチーズのグラタンを使ってエビとチーズのグラタンパイを作っていきたいと思います。はい、ということでこの材料を使って30分で3品作っていきたいと思います。はい、ということで早速ね、作っていきたいと思います。ということで、まずタイマーを30分にセットしましたので、これが押したらもうスタートします。30分の間で今紹介した3品をね、ダダダダッとちょっと作っていこうと思います。それではいきます。せーの、スタート。さあ、それではね、まずはこのエビとチーズのグラタンを使ってパイシートを開けます。こんな感じでパイシートが4枚入ってるんですけど、このパイシートを9センチと9センチの正方形に切っていきます。だいたい9センチ×9センチのだいたい正方形にしてください。そしたらこれを三角に折ります。そしたらここは切らずに、こことここだけ切り込みを入れてください。よいしょ、よいしょ。こんな感じで切り込みを入れたら開きます。こんな感じで開きます。そしたらこれを作りたい数まず準備します。こんな感じでね、とりあえず4枚今作りました。そしたら卵黄をこういうね、ハケを使って塗っていきます。こんな感じで卵黄を表面に塗ったら、さっき切り込みを入れたところ、ピラピラしてると思うんですけど、ここを交差させます。ここでくぐって交差させます。こんな感じ、こんな感じで折りたたんでいきます。これをね、また全部4枚やります。はい、こんな感じでね、かわいい形に仕上がったら、最後もう一回ここの枠の部分に卵黄を塗っていきます。はい、こんな感じ。ここまでいったら200度に予熱したね、オーブンで焼いていきます。よいしょ、よし。とりあえずちょっと様子見で10分いきたいと思います。スタート。さあ、ちょっとね、10分焼いてる間に牛カルビマヨネーズのチョップドサラダをね、作っていきたいと思います。用意したね、野菜をとりあえずもう細かく、とにかく細かく全部、レタスはちぎる。そしたらきゅうり切ります。こんな感じね、切ったものは全部このボウルにひとまとめに入れちゃいます。で、トマトも切ります。で、アボカドも切ります。そしたらこんな感じね。で、そこにシーザーサラダのドレッシングをかけます。そしたらね、このボウルの中で野菜を軽く混ぜます。混ぜ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 としていきます。で、全体がね、こう混ざり合ったら、もうこのままお皿に盛り付けます。
はい、こんな感じ。そしたらこの牛カルビマヨネーズを好みのサイズでいいんですけど、私はちょっとこれは大きいなって思ったので、ワンちゃんが障子してます。これをこれぐらいのサイズに切ってパラパラっと乗せていきます。はい、こんな感じで、あとはもう食べる前にね、このクルトンとかをねかけたらすごく綺麗になるかなと思います。はい、こんな感じでこの牛カルビマヨネーズを使って一品目完成しました。さっきね焼いた、じゃーん、パイ生地が焼き上がりました。こんな感じです。出してみよう。よいしょ、いい感じ、すごいすごい。そしたらここにフォークを使って、この中、この四角い中の部分をサクサクサクと穴を開けていきます。サク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 と穴を開けていきます。で、この開いた穴の中に、じゃん、こちらのもうかわいいかわいいクマちゃんのキャラクターが目印のエビとチーズのグラタンを開けた穴の中に入れていきたいと思います。中を開けるとこういうかわいい紙のねカップに入ってるんですけど、こうね凍ってる状態だとパキパキってこんな感じで外すことができるので、外してもらったらこのままここの穴に入れちゃいます。こんな感じ、こんな感じでね入れていきます。でさ、もうさ、これがさ良くない？このあの下まで食べきると中にこう占いがね書いてあって、この占いがもうノアがめちゃくちゃ大好きだったの。これってさ、ほんと子供心をつかんでるっていうかさ、いいよね。それがこう昔から変わらずにあるからさ、ちょっと嬉しい。さあ、こんな感じでねグラタンを中に入れたんですけど、このグラタンがとろっとするまで、次はオーブンで190度で10分ほど焼いていきます。それではオーブンに入れます。スタート。さあ、最後はですね、そのバーガー、この白身魚のタルタルソースを使ったバーガーをね作っていこうと思うんですけど、もう本当に簡単です。キャベツをね使って千切りしていきます。そしたら次はこのねバンズを切ります。で、バンズを切ったらそこにバターを塗ります。そしたらねちょっとだけ焼いていこうと思います。そしたらこのね白身魚をかけるんですけど、もうほんとこれはタルタルソースがこの中にあの揚げる前に入れてくれてるってところがね、もうなんてこう主婦思いなのって思う。タルタルソースを作るだけでもめんどくさいのに、それがねもう一緒にこう練り込まれてるっていうのは素晴らしいよ。さあ、それではねパンが焼けたので、そこにさっきね切ったキャベツの千切りをのせます。そしたらもうその上にこのね白身魚のタルタルを2個乗せました。そしたらねそこにソースを上からかけて、でバンズの上の部分を乗せて、今回はこの目の可愛いピックがあったのでこれを刺します。よし、こんな感じでどうでしょうか。お皿に置いて、これ同じようにキャベツを乗せて、これをソースをかけて、よいしょ、かわいい、めっちゃかわいい。どうよ。これが白身魚のタルタルソースで作ったバーガーでございます。さあ、そんなこんなでバーガーが出来上がったと思ったら、さっき10分焼いた、どんな感じなの？エビとチーズのグラタンパイが焼き上がりました。いやー、すごいいいよ。
めちゃくちゃいいよ。いいよいいよ。すごくない？でさでさ最後にさこのカレーをさ振ったらさ、すごいよ。めちゃくちゃいいと思うんですけど。どうどうどう。かわいい。ちっちゃい子は多分このグラタン、このエビとチーズのグラタンだけだったり、こういうね白身のタルタルのさ、この単品だけでも多分満足できると思うんだけど、もううちみたいにやっぱ小学生とか中学生とかになってくると、それだけじゃやっぱ物足りないって思ってくるから、絶対こうちょっとアレンジを加えるだけで腹持ちグーだと思う。どうよどうよ。時間大丈夫ですか？どうやったよ。何が時間大丈夫ですか？時間はやばいよ。でよ、最初に作ってたねこのサラダに最後卵をで、まあ、並べちゃったりなんかしちゃってさ、最後にクルトンを振りかけて、すごいよ。冷凍食品とは思えない豪華さ。どうよどうよどうよ。いやできたできたけど時間どうよ。おほらあと2分20秒ぐらいある。すごい。ってことは大体27分ぐらいでね、まあ、焼くのに時間がかかったっていうのもあるけど、そうそう、もう30分あれば余裕でこの3品作ることができました。いやいや可愛い、本当思った以上に可愛くできてよかった。さあということで、こんな感じで我が家の夕飯、今夜の夕飯が完成しました。ちょっとねプラスで、ミートソースもね作ってみました。こんな感じで今日はみんなで夕飯食べたいと思います。それではじゃあいただきましょう。せーの、いただきます。めっちゃおいしい。こっちは？でもこれなんてさ売り物じゃない。いただきます。うまっ。これうまっ。これ朝食にもいいよ。これもいってみよう。うまっうまっ。なにこれやばっ。すごいおいしい。大成功。はい、ということで今回はですね、30分でできる冷凍食品を使った簡単アレンジの夕飯を紹介しました。冷凍食品だからすごく簡単だし時短になるので、急いでる時とかにもすごく助かるし、バタバタのね時とかにもすごい簡単だから助かるなって改めてねこう作りながら実感しました。で、その冷凍食品って聞くと、なんかどうしてもね、こう、お弁当っていうイメージがあると思うんですけど、まあ確かに私も今日使ったあのグラタンがあったと思うんですけど、あのグラタンはノアがもうちっちゃい時から大好きでお世話になっていて、よくね、あの幼稚園だったりとか遠足の時とかだったり、あのグラタンを毎回入れて使っていて、すごいこう馴染みがある、思い出のある冷凍食品なんですけど、今回はねそんなお弁当っていうイメージをガラッと変えて、ちょっとねアレンジを加えてあげることで食卓のおかずとしてね使えるということが、忙しいね主婦の方だったりとか、あんまりこう料理が得意じゃないよっていう方にもねすごくおすすめかなと思います。でそんなね今回紹介したマルハニチロさんの冷凍食品は全国のスーパーで買うことができるので、ぜひね今日の動画を見て、あ、やってみたいなっていうものがあったら真似して作って食べてみてもらえたらなと思います。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。そして私はブログとインスタ、そして TikTok もやってますので概要欄の方からぜひチェックしてみてください。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。